今回はコメント欄で要望があったバッドホップのメンバーのイエローパトの生い立ちについてまとめてみました。まずは簡単なプロフィールから紹介していきます。本名関根流星、1995年生まれの26歳、身長175センチ、 A 型、川中島中学校出身。2人兄弟でギャルの妹がいる。好きな寿司のネタはつぶ貝。そんな彼の生い立ちを紹介していきます。小学校時代はワイザー、ティーパブローたちとは違う学校に通っていたが、イエローパートはサッカーをやっていて、隣町にいるライバルチームにティーパブロー、ワイザーがいて、そこで2人の存在を知ります。ちなみに小学校1年生の時には、入部した翌日にサッカーチームのコーチから、お前の世界に連れてってやるよと言われたことがあるほどの才能の持ち主。そして小学5年生の時に他校を仕切っていたワイザーと喧嘩をしてぶっ飛ばされたのが出会いだそうです。その後今のメンバーたちと中学校で一緒になって徐々に遊ぶようになります。そんなパトはサッカーで川崎フロンターレのユースチームに所属し、学生時代はかなりモテていて、数々のモテ伝説があります。ワイザーも嫉妬するほどで、バレンタインデーでは家を出るところからバレンタインが始まっていたらしく、家のポストと下駄箱にチョコが溢れるほどだったそうです。近所ではモコミチと呼ばれていたことも。しかしその後中学3年生の頃につるんでいた友達が一斉に20人ほど捕まってしまいます。残ったイエローパト、ティージジョジョ、ティーパブローがその頃にこのままじゃ全員捕まって悪い方向にしか進まないと思ったのがきっかけで、ヒップホップを始めフリースタイルをしたりリリックを書き始めたそうです。ちなみにこの事件はニュースにも取り上げられ、未だに検索しても出てくるほどの大きな事件です。そんなパトの影響を受けたラッパーは AK69 で、ディンディンドン、心の鐘を聞いてヒップホップってすげえなと感じたそうです。その後ラップをしたり DJ 流星という名前で DJ をやったりする中で、第4回高校生ラップ選手権で T パブローが優勝した年に、 T パブロー、ワイザー、イエローパトの3人で先輩主催の初めてのイベントに出ます。そのイベント名がバッドホップで、そこからバッドホップとして結成して今に至るそうです。余談ですが、イエローパトはリバトーク内でワイザーに顔がフィリピンにいる売春主婦のすっぴんといじられていたことも。そんなパトは自分のスタイルについて、キャラとして今までにないヒップホップのシーンの存在になりたいですね。スタイルとしては今はメローな感じのフローをやりたいと思っているので、そういうところも見てもらえたら嬉しいですねと語っていました。最後に今後の活動について、パトはバッドホップとしても個人としても一人前のラッパーになって、ヒップホップシーンにおいて印象に残るラッパーになりたい、自分がヒップホップに夢をもらったように自分も人に夢を与えられるラッパーになりたいですと語っていました。以上がイエローパトの生い立ちでした。これからも彼をファンとして応援していきたいと思います。チャンネル登録、高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。